となりました。本日もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。最近の気になるニュースです。日本銀行は19日の金融政策決定会合でマイナス金利政策を解除し、政策金利をマイナス 0.1 から 0.01% に引き上げることを決めたというニュースが流れております。なんか神谷さんも会見説でその話されてますけど、はい、望月くんどうでしょう。ちょっと今の中に日本語は果たしてあったのかっていうぐらいのレベルだと思うんです。もう私も本当にね、はいはい、経済詳しいわけではないので、うんうんうん、これがどういう影響を私たちに与えるのかっていうところ、やっぱりねみんな気になってるところだと思うので、その辺の詳しいところはちょっと、はい、プロに聞いていきましょう。そうしましょう、はい、それでは本日のゲストをご紹介いたします。参政党創設メンバーで松田政策研究所の松田学さんです、はい、どうぞよろしくお願いします。お願いします。今日のテーマはこちらです。日銀の金融政策が大転換、生活への影響はということなんですが、すみません本当丸投げみたいな感じになっちゃうんですけどよろしくお願いします。マイナス金利っていうのはもう本当に金利がすっごく安かった、はい、少なかったってことですか。ね、YouTube の方ではものすごく簡単にお話します、はいはい、少し中身の話は、後半の限定で、そうですね、ニコニコの方で、はいはい、日本はお金が十分に回ってないです、はい、これ多くの国民が実感していると思います、うん、はい、お金がずっと回ってないからデフレっていう現象が起こってたんですね、はいはい、デフレって何かというと物価が下がっていくことを皆さん言うんですが、はい、物価って体で言うとね体温みたいなものなんですよ、はい、で体の新陳代謝が非常に機能が低下して弱っていくと物価が下がる、はいはい、で体が活発になるといろいろね、機能がこうあーっと熱が上がってくるので、物価が上がってくる、まあ、体温が上がってくるということになりますよね。で体温が高い人は元気な人多いですよね、はい、そうですね、ちなみに私結構体温高いですけど。あ、そうなんですね体温が高いと癌にならないって言いますもんね。あ、聞いたことあります、はいはい、でその体温があまりにも低い状態がずっと続いてきたんです。でこれは要するにこれも人体に例えますとお金の流れって、はい、要するに 血液循環なんですよ、はい、なるほど。でポンプであるのがこれは銀行です、心臓です。心臓がグッグッてやって体中に血液を回しているのが銀行なんですね、はいはい、うん、でところがこの銀行がバブル崩壊に懲りて、まあ、この間ねお話したように、はい、みんな責任取りたくないかって融資しないということで、うん、お金が十分に回ってなかった、はい、だから国内でお金が回らないから国民がせっかく蓄えた貯金が海外に方に回っていたという状況がありました、はい、うん、これじゃいけないっていうので、亡くなられた安倍総理がですね、はい、アベノミクスとやりましてね、うん、でそれで2013年の4月から異次元の金融緩和と、うん、次元が違うんだということをやったんです、うん、でこれ何したかって言いますとね、民間にお金をたくさん供給するために銀行がもっと貸し出しをしやすくするために要するに市場から国債を大量に買ったんです。で国債を大量に買いますとその代金を一応銀行に払う、はい、そういう仕組みになってるんですよ、はい、うん、でその代金というのは日銀に預けられた口座に振り込まれるんです。この銀行が例えば三菱 UFJ は三菱 UFJ の銀行の口座を持ってる、三井住友は三井住友の口座を日本銀行に持ってるんです、はい、でそこに日本銀行というのはお金を払うんですね、国債を買ったお金を払うんです、うん、でそうするとこれを日銀当座預金、うん、みんなが銀行が日銀に持ってる当座預金、はい、これがガーッと膨らんでいくんですね、はい、でこの膨らんでいく当座預金の金利は基本的に 0% なんです。で一部 0.1% なんです。極めて低い金利なんですね、はい、もともと準備なんです。預金を引き下ろしに行った時にこの準備を積んでおかないと銀行がこうね、この皆さんが銀行に例えば預金を1万円引き下ろすって言ったのに1万円ありませんってわけにはいきませんから、はいはい、その時の準備として積んでおくというのがこの今言った当座預金の本来の趣旨なんですね、はい、だからこれはそういう性格なんで 0% っていう設定になってたんですけども、うん、ただその後いろんなことがあって一部 0.1% になったりしてたんです、うん、で今最初におっしゃったマイナス金利というのはこの当座預金のこれから預ける分については金利をね、預けたって金利払わねえぞ、うん、逆に預けたらその分お金その 0.1% 分日銀が取るぞと言って、うん、預金をしたら銀行にとって預金をして目減りするという仕組みを
作ったんですね。で、これがねマイナス金利ってやつなんですよ、はい、でね、なんでそれやったのかっていうとね、あの国債を買ったらまずね、最初に戻りますとね、はい、国債を買ったら代金をこうやって日銀当座預金に振り込みます、はい、でも銀行から見ると、この日銀当座預金が自分の運用先に占める割合がすごく上がっちゃうんですね。で預金を集めて運用して貸し出しを設けなきゃいけないのに、うん、日銀当座預金って金利がほとんどついてないわけです、はい、中にはマイナス金利なわけですよ、うん、そしたら銀行はこれじゃ経営できないって言って、だったらもっと貸し付けを増やそう、貸し付けを増やせばそこから金利取れますから、うん、それで銀行がたくさん貸し付けをするようになるだろうと、うん、いうことでやってきたのが異次元の金融緩和なんですね。あ、なるほど。でもね、それではなかなかね、お金が増えなかった。で最初はマイナス金利なかったんですよ。そこでね、2016年だったかな、2月だったか、あの日銀がこれでもか、これでも、ね、銀行お金貸さないのかってやったのがマイナス金利で、そしたらマイナス金利だったら銀行もね、もっともっと日銀あのお金を貸し付けて利ざやを稼がないと銀行経営回んな、もっと回らなくなると。そうですね、うん、そういうことでマイナス金利やってたんです。で他にもね、これは後半で言いますけど、イールドカーブコントロールって難しいことがありまして、ね長期金利と短期金利の差を大きくするっていうやってたんですが、はい、これも異常なことやってたんです、実はね、簡単に言いますとね。でこの異常なことを今回やめたっていうのがね、今回の日銀の金融政策なんですね。であまりにも異常なことを やるほどのことじゃないだろうと、賃金も上がったし、はい、これ春闘の全部春闘結果出るのは7月ですから、まだ一部しか出てないんですよ。でももう3月の春闘の状況を見たら賃金も上がってきてるし、もうそろそろ異常なことはやめようよということで政策をそこ修正したんですね、うん、ですから 大転換したってほどでもないんです。というのはまだ国債を買うというこの異次元の金融緩和は継続してるんですね、はい、つまり日本経済はそんなにまだ強くないですね、うん、そこは日銀も分かっていて、うん、でこのね、大転換したからといってですね、これからも金利が上がる上がるなんて言って多くの人がね、やっぱ金利上げなきゃいけないんだって、そっちの方向にマーケットが動いて本当に金利がもっともっと上がっちゃったら、はい、これ大変なことになるので、うん、ここはもっと気をつけなきゃいけないなっていうふうに思いますね、はい、いやすごく分かりやすかったです。その銀行、うん、対銀行のそのやり取りっていうところがあまり、ね、ピンときてないから、はいはい、あのよく分からないっていう人が多分たくさんいたと思うんですけど、本当にありがとうございます、はい、っていうのと、そうそう、そのね、うん、どうぞどうぞ。 ATM でいつもなんか普通預金と当座預金ってなんか選択するとこがあって、ああ当座預金ってなんだろうってすごい思ってたんですけど、うん、なんかそういうことを、ね、日銀からうん、あのね、あの皆さんの一般の預金者の預金の当座預金と銀行が日銀に預けている当座預金はちょっと違いますので ね、ま、た違うんですね。あの私たちがお金と言ってるのはまさに私たちの普通預金と当座預金です。でこれは私たちが使えるお金、はい、でも日銀当座預金は私たちが使えないお金なんですね、うん、もう銀行と日銀との間だけのやり取り、あるいは銀行と銀行との間のやり取りをするのがそのお金なんですね。ですから私たちと無関係だと思っていても結構です。そうなんですね。でもそこの無関係なところに銀行がたくさん金利が安い 0% とかマイナス 0.1 とかというところに銀行がお金を貼り付けてるんで、銀行はこれでは経営ができないって言って民間への貸し出しを増やすだろうってこういう考え方なんですね、なるほど、つまりその影響はこれから我々 その生活費とか生活必需品 の、うん、あの価格設定とかにも影響が出てくるっていう理解でよろしいですか。今ね、物価が上がってるのは金融政策で上がってるんじゃないんですよね、うんうん、金融緩和をやったから物価が上がってるんじゃなくて、例えばバイデンが変な政策をやってガソリン価格が上がったとか、はいはい、あるいはウクライナ戦争が起こったとか、うん、そういう外部の要因、日本の外の要因が主たるものなので、うん、だからこの日銀が今回金融政策を変えても物価にはほとんど影響ないと思いますね、うん、で、物価の方は上がるところまで上がったので、はい、物価上昇率って前年との上昇率比較で見るんですよ、はい、でこれからはね、そんな上昇率自体はそんなに上がらないと思います。そうなんですか。まあ、まだね少しあのっていうのはこう賃金があるんでね、賃金が上がれば、はい、当然企業はコストが高くなりますから、その分価格に上乗せしようっていう流れはできますけれども、ね、だから賃金がすごく上がれば、これは
一般の国民にとってもいいことなんで、はいはい、ですからそういう意味で賃金と物価が適当に上がっていく、はい、この経済は本当は望ましいんですよ、うんうん、ですからね、物価の上昇がこれからあるとしたら望ましい、そういう形での物価上昇というのはあるかもしれませんね、うんうん、でもそんなにね恐れるほど今までは外部の要因で石油が上がったとか、はい、ガソリンが上がったとか食料品が上がったとか海外から買うものが上がったとかそういうものはこれから世界で危機が起こったりですけどね、うん、しばらくはそんなに心配しなくてもいいんじゃないかなと思いますね。あ、そうなんですね、うん、本当に私主婦なんですけど、ティッシュの5箱のあの買いに行ったら300円ぐらいで買えたのが今5、600円してたりとか、ね、と買い物行っても、うん、まあ、例えば1万円ぐらいかなと思ったら1万5000円ですって言われて、うん、えってなったりとか、うん、まあ1回で水準が上がりましたけどそこからさらに上がっていく感じではないと思いますね。そうなんですね、ちょっと安心しました、はい、そうね、ティッシュとかトイレットペーパーとかね、生活必需品ですからね、どんどん貧しくなっていくって思って、うんうんうん、その分賃金を上げることが課題ですね。そうですよね。やっぱりうちの母が40年ぐらい前に土地を買ってたんですね、家を買って、でその時1000万ぐらいだったんだけど、はい、そうなんですけど結局、まあ、また1000万で売れたっていう、うん、その土地を売れたっていう話をしていて、はい、だからそれは結局物価が上がってたんですよね。地価が上がってた、うん、1000万で買って1000万で売れたんだったら上がってないです土地と、はい、土地に家がついてて1000万だったんだ。ああそうですか、うん、あの地価はね、ずっとね下がってたんですね。でも最近ようやくちょっと上がり始めましたね、うんうん、まあ少し、景気が良くなってるのかもしれませんけど、ただね外国人が結構ね土地もこれも買って上がってた面もありますのでね、うん、これが本当に経済が強いから上がってるのかどうかもうちょっと見ないと分かんないですね。地価も上がってますよね、うん、上がってます、少し上がってますね、うん、昔のバブルに比べれば全然上がり方も小さいですけどね。だから本当に、うん、若い世代が土地を買って家を建てて、うん、お父さんだけが働いてお母さんが家にいるっていう、うん、そういう昔の生活は成り立たないなってすごい思ってるんですけど。そうですよね、もうね、あ、そういうふうになりますよね、地価があまり上がりますとね。ただね地価が多少上がらないと銀行は土地担保で融資してますからね、またお金も回らないということになるんで、まあ、ここも適度な上がり方で上がっていくっていう世界だと思いますけどね、賃金と一緒にですね。だからこういう経済の、ね、循環を作るっていうのが極めて難しくて、でこれは課題です、まあ、どうしたらいいかって話はまた別の回にお話しますけど、はい、はいはい、ありがとうございます。いやでも本当に最初の冒頭のねあの話すごく分かりやすくて、うんうんうん、本当こういったすごい、ね、博学な方々を博識のある方々を呼んで簡単なところ話してもらうのってすごい申し訳ないんですけど、はい、でも本当に見てくださってる方皆さん勉強になると思うの で、ね、ぜひね後半まで、はい、引き続いて見ていただきたいと感じました、はい、生活とねどう関わってるのかっていうのを仕組みが分かれば、はい、どうやってね今度ご生活していったらいいかとか、うん、投資したりかとか家を買っていいのか悪いのかとか、うん、もうすごく生活に密接していることだと思うので、はい、ぜひ後半もご覧ください、うん、はい、後半の限定動画については当院は無料で視聴が可能です。当院でない方はニコニコ動画の方でご覧ください。それでは松田さん、はい、この続きよろしくお願いします。お願いします。